省略していいのこれ。いいよ。あの最初の部分を。あ、それ後で撮る。え？そうなの？もしかしてだけど。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 ブランコのあれタラバカになんじゃないの？美味しそうだろ。てん。え、いいよこれ。面白いのかな？流れでいいの？うん、え、何ロングバージョンとかも入れてた方がいいのこれ？いや、ぶっちゃけいらないと思うよ。いや、あるんだったら。うん、あるときはね。うん、公園で歩いてる吉田てれてれてれてん、何もすることないんだけどてれてれてれてん、ちょっとこの状況やばいよやばいよ、もしかしだけどもしかしてだけどもしかしだけどもしかしてだけど、この動画やっぱりつまらないんじゃないの、絶対そうだろうてんてんじゃねえよ、ね、どうしたらいいのこれ、こいつ困るわ、ちょこれなんもなくなったんだけど、これびっくりしたけど、なんもないんだけど、これここね遊具だってあったんだ、そういうことだろう、入れておきたいよ、そこはそういうことだよ、てんてん、絶対つまんないでしょ、これ目の前に見えた湖池があ、じゃ目の前に見えた池があるてれてれてれてん、なんか生き物いますけどてれてれてれてん、ちょっとあれもしかしてもしかしてもしかしてだけどもしかしてだけど4連ちゃん、これってもしかして4連ちゃんなんじゃないよやっぱりそうなる、なんこれ、この湖の池の水いやしいやしなんか汚そうだけど、なんかカモっぽいのがいるってことはやっぱりもしかしてだけど、最後言わせて、はい、もしかしてだけど、もしかしてこれってこの水桃の天然水なんじゃないの、うまそうに見えたてんダメだよこれ、どう考えてもダメだよ、あーとね、これ全部即興なんでなかなか思いつかないんですよ、やっぱねこういうのにダサ作が入ってくるんだよ、即興系になると、うん、たまにはいいと思うよ、いい、うん、ダメだろうけどいいよ、うん、池に佇む吉田いる、そういうことだろ、早いだろ言わせろよ、いや、やっぱぶっ込んだ方がいいかなと思った言わせろよ、はい、じゃあどうぞ、池メガネも隣にいますけど、レテレテレテ、やっぱりメガネ必要ないんじゃ、もしかしてだけど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 、やっぱり欲しいのネタ振ってほしいよ、そういうことだね、てん天の遅れぐらいでしょ、あそこに遊具あるけれどてんてんてん、こっちに看板あるんだけどこれって吉田のことしか言ってないんじゃないの、もしかしてだけどもしかしてだけど、吉田は飲酒はしてないんじゃないの、そういうことじゃないって、まあ、そういうことじゃないね、うん、だってそれぐらいしか振るもんないじゃんって、そうだよ、飲酒なんちゃらとか書いてあったら、うん、まあ、ぶっちゃけ飲んでないです、はい、うん、
やったね。あそこに遊具あるけれど、どう見ても使いたくはない。てか、その理由がちょっと分かりかけた。もしかしてだけど、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 これって石村のスポーツジムなんじゃないの。絶対そうだろう。言えてきた。奪い取ったし今。後ろから。いや、むしろあげた。あげたの。だってネタなかったもん、ここから、うん。どうしようと思った。もしかしてだけど、もしかして。早くね。もしかしてだけど、もしかして。アルファジムって書いてるけど、これ石村のなんじゃないの。そういうことだね。てん。アルファジムの看板見つけた。てるてるてるてん。なんかいろいろ人やってる。てるてるてるてん。でもアルファあるってことは。そうだ、もしかしてだけど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 、アルファあるってことはベータもあるんじゃないの。 B もあるんだ。いや、意味わかんない。絶対つまんねえだろ。何してんだよ、本当に。即興だからね、なかなか思いつかないんだよ。はずいわ。そういうことだろう。てん。そうだね。ねえ、しらけたんだけど今一瞬すごい。違う、俺ただベータを探してただけ。星野のかけてるメガネがあります。てるてるてるてん。それは健康ランドの時に。てるてるてるてん。湯気にまみれて大変なことになった。もしかしてだけど、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 そろそろコンタクトにした方がいいんじゃないの。するつもりだよ。えぇ、てんって言えよ。えぇ、嘘だよ。嘘なの。うん、びっくりした。よかった。うん、星のメガネじゃなくないとか世紀末でしょ。世界が終わるの早い、星のメガネやめるのが早いかでしょ。いや、まず俺の寿命から終わるわ。世界よ、これが星のだ。星んじゃーず。違うネタ入れちゃった。星んじゃーず、星んじゃーず。うん、戻ろ、ヨシロックに。そういうことだね。てん、てん、てん、てんだけしかやってない。じゃあ丸とか入れてみる。丸、丸。これ濁点。濁点。なるほど。でも絶対そういうことだろ。濁点なんておかしいもんな。うん。ダメだね。楽天って聞こえたんだけど。あ、それ球団だね。まあ、多分、うん。それがオークションだね、それ。うん、お願いの看板見つけた吉井だ。しかし高校に書いてあるハートってことは。これってもしかしてあいつのことかよ。もしかしてだけど、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 こっちのカラスの方が鳩一郎なんじゃないの。いこかもしれない。やばいでしょ。あ、分かった、もう一回いける。お願いの看板見つけた吉井だ。てれてれてれてん。さっきもネタやったけれど、てれてれてれてん。ここに鳩カラス猫って書いてある。もしかしてだけど、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 繁殖ついてないってことは鳩一郎じゃダメなんじゃないの。繁殖してるよ。てん。ダメだ。ダメだね。頑張ってるんだけどな、こっちとしては。まああれですよ、なんだろう、本当に何もやることがなくて人生つまんねえなと思った時に本当にぼーっと見てください。はい。薬とも笑いもしないけど。いや、こういうバカなやつが、アホなやつらがいるってことだけは、いたんだなっていうね、うん、記憶に残してください。黒歴史としてね。はい、そういうことですよ。うん、そういうことだろう。そういうことだろう。てん。あんた、いい方向に向かってる吉井だ。てれてれてれてん。なんでこっち向かっているの。てれてれてれてん。その理由はだんだん分かってきた。もしかしてだけど、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 こっちじゃネタ見つからなかったんじゃないの。そうかもしれない。てん。そうだね。うん。ぶっちゃけさ、一個言っていい。ん、俺ね、タラバガニの時全盛期。俺、タラバガニの時のそういうことだねかな、うん、美味しそうだね的なのが多分全盛期。全盛期。蛇口発見した吉田がね。発見してないよ。今発見した吉田がいる。そしてこの蛇口をひねえたんだ。もしかしてだけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、もしかして、これって吉田が水飲むんじゃないの。かかってるよ。てん。
何が正解だったの今の。え、今の無茶ぶり。いや考えてなかった。とりあえず振ってみた。ここにブランコあるけれど、タラバガニだよ。なんか形違ってる、タラバガニだよ。この形ってもしかして、もしかして、もしかしてだけど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 、これって不動専用のふんどしなんじゃないの。タラバガニうまそう。てん関係ね、関係なかった。頑張ったのに。こういうね、関係ないネタをぶっ込むのがね、アホしたいクオリティなんじゃないかなと思ったんで。そうなの、うん、全てにおいてアホしたいクオリティだと思うんだけど、アホスティリティだと思うんだけど。俺常にアホスティリティだから大丈夫。アホスティリティだね、うん、常にアホスティリティ使ってください。はい、あ、もうね、あのこの動画見たよって人は吉谷にアホスティリティって言った場合、抽選でティッシュがもらえます。あれポイントつくんじゃなかったっけ。ティッシュがもらえます。ティッシュだっけ。ティッシュがもらえます。箱、うん、箱、ね、木のティッシュ。ん、木吉田がプレゼント送るけど、てるてるてる、そのティッシュを木だと言い張るよ。てるてるてる、そのティッシュってやっぱりもしかして、もしかしてだけど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 、それってティッシュ作る前の木なんじゃないの。多分そうだろう。てん、帰ってきました、はい、吉田です。もしかしてだけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、今の対応ずれてるんじゃないの。そもそもネタがない。てん、終わらそうこの企画。3、2、そういうことだろ。1